グリーン車、グリーン車、グリーン車、グリーンカーは、日本国有鉄道、国鉄及びその鉄道事業を継承した、JR グループ各社の旅客列車や、JR 以外の各鉄道会社など、公実の車両のうち、普通車に比して、乗客一人当たりの占有面積が広く、設備が豪華であるなどの理由で、別途の料金がかかる特別車両の名称である。 1969年、昭和44年5月10日の国鉄運賃改定時に従来の東急性を廃止し,し、運賃及び特急、急行料金で単一運賃、料金が採用された。これにより、従前の一等座席者、三等級生時代の二等座席者がクリーン車となり、従来の一等運賃と一等特急、急行料金、それぞれ二等の二倍を支払う方式から、 運賃及び特急、急行料金の他に、グリーン料金、特別車両料金を別途支払い、グリーン券、特別車両券を購入する方式に改められた。3等級政治の2等車及び2等級政治の1等車の後ろ身であり、車体の等級記号は、いろはの、ろである。新幹線では10の位を1としている N700K では 700K と重なるため、 全室車両が普通車との合わせ作り車が6をそれぞれ使用。このほか、2階建て車両で4、7を使用するケースもある。扉横の車体や内ドアにはグリーン車を表す4つ用のマーク、口実が表切れる。寝台車はグリーン寝台という区分はないが A 寝台、B 寝台で区分される中では A 寝台がこれに該当するとされる。名称の グリーンの由来は、二等級政治の一等車時代から、側面層下に表示されていた、単緑色、単緑6号の帯の色及び貢献の色をもとに、したとされる。同時に四つ用のクローバーを模した黄緑色、黄緑7号の、グリーンマークも制定された。しかし1978年、昭和53年の塗装規定改定により、 単緑色の帯を入れることは廃止され、JR 分社後の現在では、グリーンマークのみとなっている。マークは、時刻表や発射表でも用いられている。これらの単色で表示する媒体の場合、歯に当たる部分を線と同色で塗色しているものが、指定席、地の色と同色のものが自由席と区別している。グリーン車という名称は、事実上普通名称化しているが、 英語の案内などでは、下記にある通り等級不詳となる、グリーンカーではなく、一等車という意味合いで、ファーストクラスと表記する場合もある。しかし、グリーン車とは別に、新幹線のファーストクラスを標榜する、グランクラスも登場している、口述。基本的には、座席間隔、シートピッチが、普通車のそれに比べ広い、ないしは腰掛けの横幅が広いものを用いている。また、 腰掛け自体もジョイフルトレインや個室のタグを除いて一般にリクライニング機構を装備した回転式クロスシートを用いている。クリーン車の設備には特別二等車を源流に持つ特急新幹線を含む急行用とナミロ、ナミニと呼ばれた一般の二等車を源流に持つ普通列車用の2系統があり、後車の設備は全車に比べて簡素で利用料金も それぞれ別個に設定されている。特別席という観点から本席を先頭車に設定し、運転席後ろの仕切りをガラス張りにしてパノラマ型にしたものや2階建て車両の上部に設定する場合もある。先頭車に設定する理由としては、現在は必ずしも当てはまらなくなったが、先頭車にはモーターを搭載しないため車内が静粛であることや、 トイレの利用などで車内を通り抜けるだけ乗客が無闇に立ち入らないようにする目的もある。一方、編成の長い東海道、山陽新幹線では乗客が乗降時に駅ホームの端まで歩かなくて済む、なるべく駅の階段やエレベーターが気になるよう、グリーン車車両を編成中央に連結している。東北新幹線においてはこの二つを設置する形で単独編成では、 先頭車両かその隣の車両をグリーン車としつつも、平結時には編成中央に来るような配置が取られている。現在の特急、急行用グリーン車の源流となるのは、1950年に製造された初の特別二当車、スロ60系である。翌1951年に製造されたスロ53系では、後の特急、急行用グリーン車の標準様式となる。 座席間隔、シートピッチ1 160mm、2 0 m 急前出車の場合定員48人が確立された。この様式は、1986年の国鉄最末期に製造された、キロ波186型にまで踏襲されている。なお、後述する民営化後も、定員や横にプラス1配列の登場などの点でさえのある車両は登場しているものの、 シートピッチ 160mm の寸法は一部の例外を除いて、スロー53型の登場後65年以上の長きに渡り踏襲され続けている。1987年、昭和62年の国鉄分割民営化後は標準化を旨とした国鉄時代と異なり、国鉄を引き継いだ JR 旅客鉄道会社が線区や列車の事情に応じた、 設備のグリーン車を製造あるいは既存を改造した。これにより、グリーン車の設備は一気に多様化した。それまでは2プラス2人だけの4列配置が一般的であった、座席配置も観光需要の多い路線、列車を中心に2プラス1の3列配置が採用れ、一部の路線を除いて、新造、改造車ともに拡大する傾向にある。また1990年前後から、 対向路線を走る私鉄にわずか数百円の追加料金で横幅の広い2プラス1列のデラックス型シートに乗車できる列車が設定された。こうしたことなどからシートピッチは広くても2プラス2では見劣りすると考える乗客の価値観の変化も影響していると考えられ中には個室を設置する列車も現れた。こうして2プラス1人だけの3列配置が 国鉄の民営会構主流となっていったが、JR 東日本では1993年、平成5年に営業運転を開始した255系以降の特急系車両は、ジョイフルトレインや、稲用の E653 系1000番台、黒 E652 系を除き、定員確保の観点から再度国鉄時代のような2プラス2の配置となっている。その代わり、 JR 東日本の線内に限りグリーン車を利用する場合は一部特急を除いて乗車距離が 300km 以内のグリーン料金が他の JR 各社、九州を除くより240から1、0円安く設定されている。JR 東海では国鉄時代と同様に2プラス2配置が主流であり、キロ85型では2プラス1配置を採用したが、 その後導入した黒383型では2プラス2配置に戻されている。新幹線では車体幅が在来線より広いこともあり、東海道新幹線開業時から基本的に2プラス2列の配置である。例外は100系、200系で存在した1から4人個室と、いわゆるミニ新幹線として、在来線規格で製造された400系が2プラス1。 列として設定されたのみである。なお、ミニ新幹線用として、後に製造された e 3系以降は、定員確保のためにプラス2列で配置されいる。座席についても、従来からの標準であったリクライニング機構、テーブル、フットレストのみならず、レッグレストを設置したり、特に JR 民営化直後に登場した列車では、各席に小型液晶レビューを設置したり、 音楽を配信する、オーディオビジュアルサービスを提供したりするものまでが、出現した、現在では全て撤去。また、サービス面でも、フリードリンク、菓子類や雑誌、車内誌の提供、旅客機のキャビンアテンダントを真似た、女性客室乗務員によるサービスなど、内容の向上が見られたが、現在では、経費削減のための気並み取りやめられている、東海道。 山陽新幹線などではおしぼり配布のサービスのみ、継続している。普通列車用グリーン車については、通勤輸送に使用されるという性格上、座席に座れること自体がサービスとなっており、座席定員を確保するため、特急、急行用のものと異なった発展を遂げた。設備としては、特急用の普通車レベルが標準であり、定員は60人前後である。また、座席は、 特急用普通車の設備工場に伴って変遷してきた。中には余剰となった特急急行用車両のグリーン車を転用したり、グレードアップの目的でそれらのみの設備を持って新されたものもあるが、定員が少ないため早期に淘汰の対象となっている。1950年代以前の二等車には転換クロスシートのものと座席間隔を大きく取った。 ボックスシートのものがあったが、1960年代以降には回転クロスシートが一般的となった。1973年にはクリーン車の設備工場を狙って急行系並みの設備を持ったサロ113型が申請されたが、定員の減少のため乗客の評判が悪く、早期の転出、軽半新築へお余儀なくされている。その反省から定員を60人に増やし簡易 リクライニングシートを装備したサロ110系1200番台が1976年から製造され、以後の標準型となった。1980年代以降、クリーン車が連結されている東海道本線や横須賀線では、通勤ラッシュ時を中心に乗車定員を上回る乗車が見られ、クリーン車でありながら乗客の立席乗車が向上化してたため、 さらなる座席定員増加を狙って、国鉄分割民営化後の1989年、平成元年からは、2階建て構造で製造されている。この先駆けとなったのは、サロ212.213型及び、サロ124.125系である。これにより、座席定員は実に1.5倍の90人に増加され、これ以降製造される車両の標準型となっている。 スーパービューオドリコ、JR 東日本二百五十一系電車、スペーシア・キノガワ、東部百系電車、またかつての新幹線百系電車や、成田エクスプレス、JR 東日本二百五十三系電車等には、個室グリーン席があり、個室単位で座席が販売される。上記のほか、他、九百七十年代から九百八十年代に、かけて国鉄、JR に登場した、 お座敷列車、畳敷きの和風車両、欧風列車などの、いわゆるジョイフルトレインも大半が、グリーン車として設定されてた。2000年代以降のジョイフルトレインでは普通車に設定、あるいはグリーン車から格下げした車両が増えているが、一部、例外もある。また、一般用の列車においても、和風車両などを、グリーン席として指定した事例がある。例えば、1985年。 昭和60年から1989年、平成元年まで食堂車を改造した和風車両にダンラの愛称を与え、L 特急、雷町に連結された。特急列車の場合、新幹線を含めて比較的利用度の高い列車には一両は連結されているが、国鉄末期には利用度の少ない特急では、クリーン車の連結を省く例も多くなった。しかし、 グリーン車の利用が可能なフルムーン夫婦グリーンパスやナイスミティパスなどの特別規格乗車券が発行されるようになると一両の半分程度、おおむね10席から20席程度のグリーン室を設置する例も多くなった。また、急行列車でもかつては比較的利用度の高い列車には中高、夜高ともに連結されていたが2003年、平成15年に 中高級校列車のグリーン車は消滅し、2012年、平成24年3月17日ダイヤ改正以降では、定期列車としては運行を終了した。特急列車の場合は、原則的に座席指定席制であり、急行列車でも、特別二等車以来の点灯から座席指定席制が多かったが、1996年、平成8年まで急行列車であった。 東海など一部の急校舎には座席指定を行わない自由席を連結する事例も見られた。現在は例外的に臨時列車では全席自由席とするケースがある。この場合、車掌が車内で販売。2000年代からは以下に示すように従来のグリーン車よりも設備やサービスの水準を上げ、料金も従来のグリーン料金より高額に設定した席を設ける例が見られる。 デラックスグリーン席、デラックスグリーン席は、九州旅客鉄道、JR 九州787系電車のくもろ787型に設置されている。2005年10月1日から運行を開始し、2016年3月26日現在では、霧島以外の787系6両編成、鴨もなど一部の列車7両編成が充当される、特急列車に設定されている。 このデラックスグリーン席は、名称上は、グリーン席よりさらに上の座席という理由で、セット後として、デラックスを冠したものである。マークは、一般のグリーン席のマークの上に、デラックスと表記される。く七百787型に設けられていた、トップキャビン、6人個室を廃止し、その部屋に2人掛け座席と1人掛け座席を1列のみ、配置した3席となっている。 なお、885系や783系など、同社が保有する他の特急系車両には設置されていない。座席寸法は、横幅が 540mm、従来の787系のグリーン席に比べ 50mm 拡大、奥行きが 510mm、同 10mm 拡大、高さが 430mm、同 30mm 拡大に拡大された。 また元々6人分のスペースを3人分で使用することから座席の前後の空間は従来のグリーン席より格段に広くなっており居住性が大幅に向上している座席のリクライニングは電動で最大角度は3列シートの夜行バスの座席並み最大141度となっており座ったままでもリクライニングできるようにリクライニング角度に合わせて座面が動くようになっていて フットレストも電動で上下できる。また、141度までリクライニングした場合は、座面と背もたれが一直線に近い形になり、ほとんどベッドで寝るような姿勢をとることができる。その他の設備としては、コンセントが一席あたり2箇所設置されており、パソコンを使用しながら、携帯電話の充電をするといった使い方ができ、 その他にも木製のハンガーや LED 式読書等が設置されている。また、客室乗務員がグリーン車サービスを提供する列車では、おしぼりや飲料、クッキーやキャンディなどが配布される。アメニティグッズとしてスリッパ、持ち帰りか、膝掛けも提供されていた時期もあった。北海道旅客鉄道、JR 北海道及び東日本旅客鉄道。 JR 東日本の北海道、東北新幹線の H5 系、E5 系車両、はやぶさ、はやで、山彦那須の、東日本旅客鉄道、JR 東日本及び、西日本旅客鉄道、JR 西日本の上越、北陸新幹線の E7 系、W7 系車両、輝き、白鷹、浅間、あま、谷川に設置されている。この座席種別では、 従来のグリーン車に比べ座席の前後、左右幅を拡大した電動式のリクライニングシートを設置し、軽食、種類、ソフトドリンクやアメニティグッズの提供もあるが、主に近距離を結ぶ、ナスのアサマの全列車、一部のハヤブサ、山マでは着席利用のみの営業としている。また、車両編成の仕様から、剣全列車及び、ハヤテ、山マの一部には、 グランクラスの営業を行わない列車も存在する。かつての二等車の名残であるが、もともと普通列車のグリーン車イコール旧二等車の連結は、主要幹線では多く見られた。しかし、いわゆる急行列車の末端区間や前間運用を除くと乗客が少なく、採算が取れないとの理由で大都市圏に連結される事例が多かった。京阪新築の東海道。 西洋本線の快速、普通列車、21世紀現在の琵琶湖、JR 京都、神戸線での近郊系電車を主に用いる、快速で、通勤系電車を主に使用する普通電車、京阪神観光線ととは異なるにも組み込まれていたが、かつては、競合施設に対して劣勢であり、加えて、京阪間では、競合施設に、特急料金不要の転換クロスシート車を使用した。 電車特急群、軽阪、阪急運行されているためさらに不利な条件となっていた。このような状況から利用率が低かったことに加え、新快速用として転換クロスシートを装備した117系がデビューしたこともあり、1980年に廃止された。また JR 化以降、転換クロスシート車を普通車両として次々導入していくこととなった。 JR 東日本では、東京近郊区間の主に列車線を中心に、グリーン車を展開している。2015年、平成27年3月時点で、工場的に普通列車、快速列車を含む2グリーン車が連結される区間と、車両は以下の通りである。2004年、平成16年10月16日のダイヤ改正より、首都圏では、グリーン車、 スイカシステムの導入及び日本レストランエンタープライズによるグリーンアテンダントの乗務も開始され同時に首都圏限定で平日と土休日及び駅などで事前購入と車内発見とで料金が異なる制度を導入しているなお後者に関しては不正乗車防止の目的も兼ねているその他特急系車両を使用して運転される一部の 通勤ライナーでも連結される。早朝、夜間の間合い運用により一部の在来線でも連結されている列車があるが、この場合普通車扱いとなる列車もある。2015年、平成27年2月4日、JR 東日本は2020年度に、中央線快速、東京大月間、大梅線、立川大梅間、使用車用 E233KD 番台に導入を、 予定すると発表した。しかし、地上設備の工事に時間を要することが判明したことにより、2017年、平成29年3月24日に導入目標時期が2021年度以降の向こう5年以内への延期を発表。2018年4月3日、導入予定時期を2023年度末と発表した。JR 東日本が首都圏で連結している。 普通列車グリーン車は多くが自由席であり座席定員を超えてもグリーン券が発売されるため確実に座れる保証はない。グリーン車乗車に際してデッキ部分であってもグリーン券が必要という旨の注意書きが車内と JR 東日本のホームページに記載されている。この規則は首都圏の普通列車に限らず特急列車を含む JR 全線のグリーン車に 適用される規則である。ただし、クリーン車で座ることができなかった場合は乗務員に申し出て証明書を発行してもらい、駅の窓口でクリーン券と共に提出すると無手数料で払い戻しを受けられる。払い戻す予定で証明書をもらった場合、もしくはクリーン券を購入しておらず、利用するつもりがない場合も含む、即座に普通車に移る必要があるが、朝、 ユーラッシュ時は普通車との間の扉は封鎖されているため、次の駅に到着後一旦ホームに降りて移動することになる。乗務員の判断で一時的に扉を開放するときもある。しかし、払い戻せること自体を知らない。手順を知らず証明書なしで直接駅窓口に行く。または混雑のため下車まで乗務員に会えなかった。探しにも行けなかった等で、払い戻しできないケースもあり。 座れないなら発見しないでほしいという声も新聞などで取り上げられたことがある。また、そのようなことから近年では混雑時を中心に立席の乗客を車内検察する時に乗務員がこのままグリーン車に乗車するか否かを尋ねてくることがある。モバイル Suica のグリーン券機能では個人端末からのオンライン購入という特性上購入した場所に関わらず 事前料金と同額のため、実際に乗車あるいは車外から窓を通してみて、席が空いているのを確認、着席してから即時購入が可能であり、車内に入っても座れなければ払い戻し以前に購入せずにすぐ普通車に移動する行為もできる。ただし JR 東日本は電波状況による購入失敗の可能性を理由として、乗車前に購入するよう注意しており、 乗務員による車内改札の時点で購入手続きが終了していなかった場合や普通車へ移動ができなかった場合はその場で車内発券料金で現金購入することとされている一方でラッシュ時において普通車よりも幾分混雑が少ないグリーン車二立席で料金を払っても乗りたいという声もあり現実にグリーン料金値下げ以前からラッシュ時には立ち客が見れた 車両設備として座席には立ち客用の手すりもついている。マリンライナーやホームライナーを除いて常時連結される列車はほとんど見られない。ホームライナーの場合、クリーン券が必要となる代わりに乗車整理券は不要となること多い。また、特急用車両で運転されるためにクリーン車は連結されていても列車自体にクリーン車の設定がなく利用できない。 通路としては利用できる場合ありこともある。船舶のグリーン席の設定としては、1988年まで国鉄 JR が運行していた鉄道連絡線のうち、青函航路及び右航航路にはグリーン船室が設けられていた。そのうち、青函航路については座席指定席と自由席とで腰掛け自体も若干仕様が異なり、指定席は 数とトがけリクライニングの豪華なものであった。自由席には特急、急行用のリクライニングシートから転換機能を除いたような座席とカーペットの敷かれたマ席との2種類があった。なお、マ席のグリーン線室には枕が備え付けられていた。右航行航路については航行時間が短いこともあり自由席のみであった。これらは鉄道連絡船の使命でもある。 鉄道輸送と一体となった鉄道運輸体系の延長であり、鉄道運賃のそれの体系を踏襲する形であった。また、2006年、平成18年夏より、JR 九州高速線の運行する国際航路ビートル号の一部にグリーン席が導入された。これは特別席の名称であり、同様に上級選出の名称でグリーン席を用いる事例も、 まま見られる。事実上、JR 国鉄路線網の一部を構成する鉄道や、JR 国鉄との直通運転により、自社でクリーン車を保有し、運用するケースがある。また、自社車両を保有していなくても、JR からの乗り入れ列車がクリーン車を連結しているため、自社線内のクリーン料金を設定しているケースもある。なお会社名は50音順とする。 このほか、JR 東海から伊勢鉄道線に乗り入れる特急、南紀はグリーン車を連結しているが、船内のグリーン料金は不要となっている。ただし、伊勢鉄道船内のみのグリーン車利用はできない。このほかかつては越後時めき、鉄道日本海翡翠ラインにおいて、JR 東日本保有の四百八十五系を使用した列車がグリーン車を連結していたが、 エチゴときめき鉄道線内のグリーン料金は用となっていた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。